少しずつ距離が縮まります。組み合った。体重差は34キロ。力デブがあるのは佐々木健介。まずはお互いの感触を確かめました。解説、桃田光雄選手です。非常に静かな立ち上がりになりましたね。そうですね。お互いにそのイケイケの2人なんですが、まあお互いにその相手の実力ってのは認め合ってる部分がありますんでね、はい、そういう意味でやっぱりその出方を見るっていう感じでスタートしましたね。ですね。健太選手がいきなり行くかなというそんな予想もあったんですが、そうですね。まあジュニア、まあ体重的にね、やっぱりどうしても張っていった。ここで張りました。まあこれが健太選手らしいやり方かなという気がしますけどね。なるほど。健太の一撃が効いています。佐々木健介です。ヘビーとジュニアです。さあ佐々木健介の怒りに火がついたか。逆進へエルボー返す。体重差は先ほども申し上げましたが34キロ。ただ佐々木健介の方は体重差はあるけれどもそれを補うものを健太は持っていると話していました。キックでいった。もう一度ロープハンドを使う。後ずさりもしません。佐々木健介逆水平キックがいく。倒した。先に倒したのは健太。佐々木健介を倒していきました。桃田さん、その健介の体重を補うものという一言、どのように考えますか。そうですね、まあね、選手みんな精神力は強いんですけども、まあ、健太選手の場合人一倍やっぱりその何ですか、向こう気っていうんですかね、その前向きな要するに闘争心が強いですから、さあロープっていった。ラリアット右腕振り抜きました。ただこういう一撃の重さですね。そうですね。これはやっぱりどうしても体重差がある分、より効果はありますよね。34キロ差、その重みをかみしめているでしょう健太。健太は試合前どんどん思いっきりやるし僕も思いっきりやられますと、ただその上で勝てばいいと思っている、そう話していました。まあ、そうですね。健太選手らしいコメントだと思いますですね、はい、一方の佐々木健介は健太の印象負けず嫌いだというのが伝わってくる。ただ俺が誰よりも負けず嫌い、本当の負けず嫌いを見せてやる、そう話した佐々木健介。2発目のラリアットを叩き込んでいきました。動きが止まりました。カバーに入る。どうか健太返した。同じジュニアの選手から見て桃田さん、はい、この2発というのはどうなんでしょう。いや重いですね。もう半分要するに頭の中は真っ白になっている状態じゃないかなと思うんですけどね、さあリフトアップして場外にスラム。規格外の攻撃です。桃田さん、逆にこれができてしまう体重差、健太は軽いと、ね、はい、これ相手が森島でした。これはできませんよね。そうですね、それはなかなか難しいと思いますね。ただ健太は試合前こうも話しています。いやもう小橋三沢とやっています、慣れてますよというふうに健太は話していました。健太選手自体はヘビーの選手とも十分やってますんでね、その分は今放送席前に飛んできました健太です。まあ慣れという部分、はい、それはありますけどね、やっぱりシングルってのはどうしてもね、よりその体重差っていうのは影響してきますんでね。ですね。真正面から115キロを受け止める81キロの健太です。3回目の鉄柵です。場外カウントが入ります。ただそれでも怖さはない、正面からぶつかっていくだけ本当に楽しみですと話しました健太です。さあ健介が追っていきます。引き起こした。ああもう一度鉄柵。連発、3連発、まだ行くか。武道館が揺れました。ああ健太の動きが止まっています。いや桃田さん、序盤からここまで畳みかけられますと、いや、やっぱりきついものがあると思うんですけどね、まあ健太選手の場合はそれを覚悟で出だしに張っていってる部分はあると思うんですよね。ですね、一つ望むところではあるでしょうが、果たしてその重みというのは予想の範囲内だったかどうかというところです。
思いのほか重さを感じているかもしれません。動きが止まってきました健太です。とにかく体を無理に大きくするつもりはないけれども、この体でもヘビーで渡り合える、それを証明したいんだと常々話しています。ジュニアでもヘビーで勝てる、それを信念に持って戦っている健太です。キャリアは8年、27歳、健太。一方キャリアは22年、41歳の佐々木健介。太田さん、健介が話していたんですが、はい、彼が幼稚園の頃から僕はもう修羅場をくぐっているんだと、それを見せつけたいとそうです、ね、何か余裕にも取れることを言っていました、はい。まあ、要するに、まあ、キャリアの点では、ね、もちろん健介選手の方が全然多いわけですから、ですね。ただやっぱりその今の状態がどっちが上かっていうのはこれはもうやってみないと分かんない部分っていうのはありますんでね、まあ、そうですね、はい、一概には言えません。さあ蘇生した、健太はやられながらパワーを貯めていた、またも力勝負、またも力勝負、張り手を打っていく、スピードには頼りません。ああ、倒された。桃田さん、はい、ある程度分かっているんでしょうけれども力勝負にいきますね。いや、そうですね、まあ、そこが本当に健太選手らしい、まあ、その試合運びっていうんですかね、分かっていてもそれをやらずには折れないという、はい、そういう感じがしますよね。そして健太コール、これがファンの共感を呼ぶんでしょうね、はい、今日は思い切ってやる、そして思い切ってやられる、その上で勝つ、何かそれをそのまま体現しているこの特別試合の健太です。傑作ラリアット1回転、動きは止まっています。それでも反撃の機会が来ると力技に行く健太です。これまでタッグで3度試合がありました。この両者ほとんど対戦はその試合の中ではなく、まあ、この健太は主に中島克彦とぶつかっていきました。桃田さん、健介が試合前ちょっと笑いながら話していたんですが、はい、健太は克彦のことを子供扱いするけれども、はい、俺から見たら克彦も健太君も子供だと、はい、だから健ちゃん今日はそういうところを見せてやりますよと笑いながら余裕の発言をしていました。ね、まあ、佐々木選手の、ね、立場からすればそういうコメントが当然出てきて不思議ではないんですが、はい、ただこれ試合ってのは本当に分かんないですから、そうね、その一瞬の流れを健太がもし掴めるようなことがあれば、チャンスは出てくると思うんでね。なるほど、はい、まあ、その分十分健太への評価も敬意も払っている佐々木健介、相手に不安もなければ不満もない、そう試合は話していました佐々木健介です。さあ、エプロン越し、ロープ越しのプレーマスター、健太がこれをこらえた。健太が投げると大変なことになりますが、力を込める、何度も伝えますが体重差は34キロ。健介、健太が行く。健太選手もちろんね、体重差はあるんですけど、パワーでは決して負けてないぐらいの、ね、力を持ってますんで。さあ健介もう一度行って落としていきました。やはり佐々木健介、 IWGP ヘビー級王座5回、三冠ヘビー級王座1回、 GHC を取りますといわゆるメジャーのベルト、なんとその3つを手にする健介。前から後ろから史上初の快挙を待っています。ラリアといった、さあ返せるか、ガッチリ抑えた。健太は負けず嫌いだというのが伝わってくる、そう話す健介、改めてそれを今感じてるかもしれません。そうですね、なかなか反撃の機会はありません。ただ機会が来るたびに張り手、キック、打撃技で意地を見せていく健太。逆水平来いよという健介、あーキックでいった。桃田さん、スピードに頼ればいいんじゃないかと思いますが、そういう技にいきません。そうですね、本当にその飛び技とかスピードを生かした技にいかないで、本当に体ごとぶつかっていくというです、ね、本当に健太選手らしい試合運びだと思いますけどね。さあ張り手を食らってカウンター2、その分やっぱり健太選手ダメージは大きいと思うんですよ、ね、きますよね。試合時間10分です。相当これ消耗してますよね。していると思いますね、さあここで体重を込めての逆エビ固めにはいきます、変形です、膝を乗せています。
膝を乗せての逆エビ固め。そういえばかつてはサソリ固めも得意にしていました佐々木健介。体重をかけていきます。力を込める。俺は健太が幼稚園の頃から修羅場をくぐってきた、そう話した健介。まあ、そのことを証明するかのように、僕がプロレスが好きになった頃から佐々木健介というレスラーは第一線でした、そう話した健太です。ただその2人がシングルでやり合っています。力を込める。ロープまであとは1メートル。自力でこれを振りほどきたい健太。ロープブレイクです。正面からぶつかっていくだけ、細かいことは考えていない。勝てば大きなステップになることは分かっていますが、試合の後のことなどは全く考えていない、そう話した健太。桃田さん、はい、7.13 博多でジュニアタッグを失ったんですが、はい、まあ、負けておいてこういうことを言うのはちょっとベルトに失礼だけれども、負けた瞬間からこの試合のことを考え出したと健太も言っていました。まあ、それはあるかもしれません。常にやっぱり現状じゃなくて先のことを見据えてやっぱり進んでるって感じしますよね。そうですね、今は丸腰です。佐々木健介も3冠のベルトを失いました。ただ何かこの両者見てますと、ベルトも何も関係ないんだなというのが。そうですね、やっぱり今の試合がもう自分の中で最高だという感じで見えますよね。全てをかけてこの佐々木健介という山に挑んでいっている健太。そして試合前の発言を聞いていましても、もう健太を見下すことなくそれを受け止めるという佐々木健介。あ、着手した逆転。しかしまだ連続攻撃を掲げてパワースラムに行くが、こらえた。やはりそう簡単には投げさせません。あーっと健介が振っていった。キックは生かせない。やはりチョップ、自ら飛んでいって、あー、パワースラム。佐々木健介を投げました。これが体重差を感じさせない健太の気力か。さあ桃田さん、反撃に行きたいところですね。そうですね、チャンスですよね。さあロープを使ってスワンダイブ式ミサイルキック。健介倒れません。やっぱりまだちょっと、ああ一気にいくか、一気にいった。これがレスラーとしての気力。本当に立つときは一瞬まだダメージ残ってるのかなと思ったんですけど、そのここからの瞬発力っていうんですかね、すごかったですね。さあさらにロープを使う、蹴り上げる、連発で打つ。さあそしてニュートラルコーナーに登って膝落とした。ケツキ1回転、前からキック、そしてカバーに入ります。何か自らの体を削るようなレスリングを見せます健太です。デビューから8年、デビュー当時は華麗なる飛び技を飛び出していましたが、ザーマスープレックス、健介を投げていった。カウンター2です。いつからか蹴りを中心とした肉弾戦パワーファイターに変貌していきました健太です。さあそして足をかけて、あ、腕を取って、マンズニッカー、マンズニッカー、あー、これを健介こらえました。最近腕取り式のマンズ固めで試合を決めることが多い健太。桃田さん、はい、力技のそのマンズ固めで健介に勝つことを今日は目指してやりたいと健太が話した。そうですね、本当にそれで勝ってこそその彼の進化っていうかね、評価がまた一段と上がるということになりますんでね。そうね、あー、健介が逆に突き刺していったスピア、そして逆水平です。対角線に振る、あー、そしてフェイスクラッシャーに、あーと、コーナーまでいった。モスラレット桃田さん、これだけ力の差がある相手でマンジを取るとそれはもうすごいことになりますよね。いや、すごいことになると思いますね。あ、ちょっと頭が痛そうです健介。まあ、力の差がありますとマンジに行こうとしても振りほどかれてしまいますよね、はい、しかしあえてそこでマンジを狙いたいと今日は健太は話していました。15分を経過しています。ロープリフター、あー、キッチンシンク、体を削ってこのファイトを見せます。
何か壊れてしまいそうな、そんなファイトを見せる健太。そして健太自身も、あ、逆一本、今日終わってしまっても悔いはない試合を毎日やっていますと、そう話していました。それがこちらにも伝わってきますよね。いや本当に試合の運び方自体がもうこれでもう怪我してあとはないんだよっていう雰囲気の試合運びですよね。さあトルネードボム、強烈、どうだ、カウンター2、かつては相手を失神させたこともありましたトルネードボム。さあそしてストラングルホールド、ガンマ、ガンマにいった、ストラングルホールド、これは桃田さんどこが厳しいんですか。いや、あの首とですね、関節ですよね、関節、腕関節、そして首、これ呼吸もきつそうですね。いや、きついですね。要するにもう、あの呼吸のしづらい状況、要するに首が前に折れてますんで、完全に軌道が前に閉じられています。それにしてもなんと太い健介の腕、そして足、健介が健太を捉える。健太が小学生、中学生の頃からこの技を駆使してレスリング界のトップに立ってきました佐々木健介。いやー、健太も鍛え上げているんですが、倍ぐらいある佐々木健介の足、カバネッタ、カウントは2です。なんとかこらえました。15分を経過しています。桃田さん、15分のうちどうでしょう、12、3分は健太やられてますよね。やられてますね、あのでやっぱりどうしても体重差がある分ダメージっていうのは蓄積されますんでね、本当にもう彼が反撃するのは本当精神力で、それしかないようにしか取れないんですけどね、その気力でまたも立ち上がりました。あ、健介の逆水平全く衰えません。あーっと、ラリアットにキックを打った、逆に返した、ラリアット合戦を挑んでいく健太、倒そうというのか、4発目倒れない、これでも倒れない、一度一撃、ラリアットで健介を倒しました。カウントは2です。しかし健太がその意地を垣間見せました。すごいですね、あの精神力というのはもう何とも言えないものがありますよね、健太選手の。これだけやられてまだ挑んでいきますね、さあ今度はタイガースープレックスを狙ってガッチリとホールドした、カウンター2。さあ健太が反撃できるかどうか、何度頭を打ったでしょうか、桃田さん記憶はあるでしょうかね。いや、あの半分何をやってるか分かんない部分で、ただ闘争心だけで向かってるっていう部分はあると思いますよね、さあここでブサイクへの膝蹴り、正面からいった、しっかり入った、カバネイタ、どうだ、肩を上げた健介。さあ体重差はあるけれども今日は Go to sleep も出したい、そんな話をしていた健太です。何か確信したようにうなずいて、その Go to sleep を狙う、115キロ、ああやはり返す、ああ逆にノーザンライト、こらえた、これを食らって危ない、腕を捉えて、さあそしてマンジュニッカ、マンジュニッカ体勢が崩れた、腕を取りってマンジュニッカ、佐々木健介の体勢が崩れた、膝立ての体勢になったが、マンジュを狙う、そこから腕式のような体勢になった、腕を捉えた、体勢が崩れました。いや崩れてますけどね、これかなりあの佐々木選手の首が今決まった状態になってました ね、 ロープに足がかかりました。ちょっと腕が痛そうな健介です。あー健太も腕が痛そう。さあ攻め込むことができるか、腕取りマンズはうまく決まりませんでした。逆に返す健介、パワースラム、そしてカバーに行きます、カウンター2。いや、桃田さん、一方の健介という選手も、これだけ攻めますと息が上がってくるんですが、いや、それは当然ね、攻撃する方も息は上がりますね、全く攻め疲れがありませんね、あの小橋健太とは23分を超えるチョップ合戦を展開しました、佐々木健介。さあ、今度はコーナーエプロン上の。さあ、ナダル式ブレーンバスター、カウント
と熱です。まだ健太は沈みません。そろそろ健介もこいつはどうやって倒そうかと。いや本当ですよね、さあただフィニッシュを予告した。ラリアットからノーザンライトという流れになるか。こらえて輝いた輝いたこらえたこらえた。そしてクォータースリープ、ただ健介に奪っていきました。健介も返した。ここで見せましたクォータースリープ。健太選手のあの精神力ね、あそこでよく切り返せるっていうかね、よくあの佐々木選手を持ち上げましたよね。そうですね、その後ちょっとヨロヨロしたんですが、そこで踏ん張りました健太です。あー、側頭にキック、左から右からもう一度体を削るようなファイト掲げて、なんとなんとノーザンライト先に打った。健太が打ったカウント2。桃田さん、すごいですね。さあ後ろから打った一往復して、ラリアットかわす、あーラリアット、今度は健介カウンター、どうだカウントがいる、肩を上げた。さあ健介返すか、力を込めた、ラリアット正面からぶつかっていくだけ、そう話した健太、ノーザンライトも